川端です。よろしくお願いします。今回はですね、この式を満たす M を求めなさいという問題です。まずはちょっと移行してみましょう。このマイナスルート M をね、移行してルート M イコールにして、ルート5を移行してルート80引くルート5なので、ここの計算をしようというふうにして考えてください。そうすると、ルート80なんですけれども、A ルート B、これなんとかルート、ほにゃららという形に直したいと思います。この80ですが、まあ素因数分解ね、してってもいいんですけども、まあこれね、80という数は 16×5 でちょうど80になります。まあ、80をね、素因数分解して2で割って42で割って22で割って10、2で割って5ですからね。2×2×2×2。つまり 2×2 が4ですから、4の2乗で 16×5。確かになってますね。ってことは、ルート80はルート16かけるルート5なので、ルート16は4ですから、4ルート5というふうになります。したがって、4ルート5を引くルート5と。これを計算すると3ルート5になりますね。ってことは3ルート5がルート M になりますので、ってことは、じゃあルート M はと言われたらですね、3ルート5をルートほにゃららに直せばですね、つまり3っていうのはルート9なので、ルート9かけるルート5でルート45。つまりルート M がルート45になりますから、答えは M イコール45という具合に出ますよということです。はい、ということでね、A ルート B の形に直してこの形にしてから、まあ、両辺2乗してもいいんですけどね、両辺2乗して 9×5 で45ってやってくれても構いませんけどね、3ルート5は 3×ルート5 で、3はルート9ですから、ルート 9×ルート5 でルート45だから M イコール45というふうになります。分かったかな？以上で解説を終わります。では。